めちゃコミック。めちゃコミック。やいやいやいや。うひょひょひょワンサカめちゃコミックオリジナル。めちゃうひょうひょめちゃコミック。めちゃコミック。壮絶超絶の学園復讐劇復讐のどっこ。小さな王子の王位継承冒険ストーリー王様ランキング。記憶と引き換えに天才の名を手に入れた外界キップ。めっちゃコミック。めちゃコミック。バリューさん入られまーす。壮絶超絶の学園復讐劇。壮絶な復讐に終わりは来るのか。復讐のどっこ。ありがとう。あんな可愛い猫いるんだなと思って、おとなしくて言うことよく聞く、びっくりしました。はい、見どころですか。自転車がうまく漕げてるかどうかですね。めっちゃゆっくり漕ぐのって難しいんですよね、自転車って。結構そこが結構難しかったですね。あとまあ、だからあの猫と僕の息が合ってるかどうかですよね。僕の猫が好きな感じが出てればいいんですけど、いや、こんな風に着こなせてんのかなっていう感じはありますけど、なんか僕は着せられてる感じしますけど、軽いし動きやすいしいいんですけど、スタジオとスタジオの移動の時めちゃくちゃ寒いんですよちょっともう思った以上に薄手なんで、散歩して写真撮るのが好きなんですよ、あの携帯のカメラ。おじさんにする質問じゃないですかちょっともうちょっと若いタレントさんにしていただければと思うまあ漫画読みますかね、はい、まあ変わらず漫画読んだり、はい、アニメ見たりすると思います。あのしっかり休んで、あの膨大な量の漫画読もうと思います。僕も漫画に対する熱が冷めたことがないですよね、小学校3年生の時から。なんか昔に比べてやっぱりその電子書籍でいっぱいいろんな作品いっぱい読めるようになったから、あのすごい、だからもっともっと幅が広がりましたよね。このジャンルだけ好きだったのがいろんなジャンル好きになっちゃって、もう膨大な量読んでるって感じしますね今はね。昔の感じの漫画引っ張り出してくるよりは、まだ読んでない新しい漫画を探すって感じが多いかもしれない。まあでも何でもあるから、復讐のどっこなんか見ててちょっと、まあ読み方スタイルちょっと違うから、またなんか不思議な感覚ではありますよね。また新しいなんか漫画のスタイルができてるなって感じがするから、やっぱりね、今まで通りのやつでもいいんですけど、まあ、たまにこういうなんかね違う、やっぱりこういう読み方するとまたなんか活性化されるんですよね。ああ、まあそうか、こういうあの間の取り方もあるのかとか、あのなんかそういう新しい発見あるからすごくいいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、すいません。